今回は、Amazon でクーポンを使い1万円ちょうどで購入した、バイク用のドライブレコーダーを、レビューしたいと思います。このように、ハンドルやヘルメットに取り付けるステイも、付属しているようです。開封すると、ドラレコ本体が入っていました。見た目は、LED の、懐中電灯のような形です。バイク用なだけあって、もちろん防水仕様になっています。Amazon の商品紹介では、GoPro 9 の映像との比較がありましたが、結構画質はいいようです。ドラレコ後ろ側のカバーもゴム製で、通常の雨程度であれば、大丈夫そうですね。こちらは充電兼、データ通信用の USB ケーブル。そして嬉しいことに、サンディスク製、64GB の、マイクロ SD カードも付属しています。そしてドラレコ本体を取り付けするための、ステイが3種類ほど入っていました。そして嬉しいことに、ちゃんと日本語の説明書も、付属していました。このドライブレコーダーは、スマホで専用のアプリをインストールすることによって、設定変更や録画映像を見ることができます。というわけで、CB1000SF のハンドルに、取り付けてみました。スクリーンの内側になりますが、ちゃんと撮れるでしょうか？こちらがドラレコの映像です。画質は、2K で広角レンズなので、視野は広いです。動画ファイルは、クイックタイムですが、なぜか動画編集ソフトに読み込めなかったので、キャプチャ機能を使っています。キャプチャ機能、スクリーンショットの映像なので、若干画質が悪いのはお許しください。GoPro 9と比較動画があるだけあって、画質は良く、バイクの振動で、使い物にならないということもありませんでした。今回は、ドラレコに内蔵のバッテリーのみで、約2時間ほど録画しっぱなしでしたが、バッテリー切れもなく、最後まで録画できていました。ただし長時間走るときは、USB 電源からの給電は、必須となります。時速 80km 前後の速度でも、ブレなどなく、トンネル走行時もしっかりと撮影されています。この性能で1万円は、お得な買い物ですね。帰ってきてからスマホのアプリで、ドラレコの映像を確認します。ドラレコとスマホを Wi-Fi 接続するには、ドラレコに給電しながらでないと、接続できないので注意です。USB 電源を接続すると、電源が入るので、Wi-Fi 接続した後アプリを立ち上げます。専用アプリのインストールは、説明書に、QR コードがあるのでそちらから読み込みます。アプリを立ち上げ、プレビューをタップすると、リアルタイムの映像が表示されますが、遅延がすごく2、3秒遅れているようです。映像転送機能については、ほとんど使うことがないので、特に気にしませんがわら。
それでは記録された映像ファイルを再生してみます。このようにしっかりと再生できました。安価なバイク用ドライブレコーダーは、当たり外れが多い印象でしたが、このドラレコは当たりですね。ただし USB 電源がないと、スマホと Wi-Fi 接続できないというのが、ちょっと不便ですが。今度は振動が多い、オフロードバイクにも取り付けて、どうなるのかを試したいと思います。